ウンベルト墓地町にブロンズ作品、空間における連続性の唯一の形態。イタリアの20セントユーロ硬貨のデザインにもなっている。ウンベルト墓地町にはイタリアの画家、彫刻家、理論家。彼はマルクス主義者のアナキストであり、未来派の主要メンバーでもあった。1882年10月19日、レッジオカラブニアに生まれる。生後すぐに家族はフォルリーへ移住し、 この地で幼年期を過ごした。1901年、ローマの美術アカデミーのヌードコースに通い、独学で美術を学ぶ。1902年、パリに移住し、印象派、ポスト印象派のスタイルを模倣した。1907年、ミラノへ移住後、詩人のマリネッティや色彩分離派の画家たちと交流。1910年、カルロカルタ、ルイージルスソロ、 ジャコモ・バンラ、ジーノ・セベリーニと共に未来派画家宣言、未来派運動の技術宣言を発表した。彼らによれば、近代のアーティストの目標は、モデルや過去の具象美術の伝統の束縛から、自由となって、同時代のダイナミックで発展し続ける社会へと、決然と進んでいくことだとされた。第一次大戦の布告に伴って、勃丁には、ベローナ近郊のソルテで、 砲兵連隊に入隊する。1916年8月16日、騎兵隊訓練中に落馬して馬に踏みつけられ、その翌日に33歳で死亡した。ありがとうございます。